歌はラブインケーブル、このぐらいのコードがいいかね。もうどうしようね、どうしようっていうか、もう違うんだ、もういいんだよ、もういいやもんみたいな、夜中一人で歌ってあれだろ、街のどこかにってモードだね、なんかね、寂しがり屋が一人ってね、あれだね、もうね、あのパターンだね、そう、でもいいさ、あの曲もな、いいですね、ほら、ちょっとやるけどあれあれいいですよ、もういいのか、あ、まあ、じゃあ、ナナちゃん、一緒に、じゃあ G で、はい、一緒にまず、一緒に合わせてみて、一人ぼっちでじゃなくてさ、いか、うん、この声だな、次、E マイナー、 COK、 D7、 G、 歌ってみ、私を照らしてきてる、うん、月だけは、ね、月明かりだけだ、だから、うん、あの怖がらないことないよ、恐れないで、うん、で、とにかくいつも私のそばにいてよって、うん、ね、誰かですか、誰でもいいさ、誰でもいいさ、だからナナナがいてほしいっていう人、こっちね、霊でもいいし、怖いです、とにかく、まあ普通に考えたらこれは彼氏か彼女だろうなということだよね、これね、でそういうこと言ってんだけど、まあそういう歌な、で今二人横で聞いたけど、あのナーナーはナーナーのやっぱり今日のやる気のなさ感と、うん、そういうのがこの現れてるから、それでいいと思う、二人と、いいですか、うん、よくない、いいですか、何言ってるの、これ、何を求められてると思ってるの、これ、完璧さ、うまさ、あのさ、はっきり言うよ、ベインキングが来たら終わる、はい、終わり、皆さんノックアウトされる、ああそれは分かる、分かるね、だからそれは求める必要ないですよ、うん、うん、いいんじゃない、別にいいですか、だからもうあのね、みんなの特徴が、はい、ちょっと責任感強すぎるよな、だからあの、はい、なんていうの、結構完璧主義者だよね、みんな、はい、なんでよ、ど素人シリーズってじゃん、うん、はい、岡野君後ろ、ど素人シリーズ、ビシッバーン、バーン、バーン、ほら、もうど素人だよな、なんでここに戻らないの、うん、ど素人なんだからいいね、別にいいです、いいんじゃない、じゃあでき、俺今日14日目か、14日目だな、うん、でここまでできてるっていうことは、うん、あのそれがクリアしてるよね、うん、俺としてはね、うん、してるよ、だからそこを、そこと多分7のがちょっとあの明日終わるっていうのでちょっとがっかり感みたいなのがあるわけ、それはそれさ、番組終わるけどなんで、別にこうやって続けていくんじゃない、これも、うん、これ岡野くんの問題だけど、やるんだったらやればいいんじゃない、別に、そうなんですけど、で、奈々もさ、今の、うん、じゃあお母さんによ、うん、兄弟いるんだった、あ、いますに、スタンバイに教えられるよね、もうね、教えはね、教えられる、ほら、1ヶ月前そんなことあった、ないんですよ、ほら、
ほら、白負けにギターっていう共通項ができたさ。おそうやって考えたら、いやでもあなたのでも夢はあれ、俺がやってほしいのはあれだよ、そのあのお家の近くの交差点角で歌うんだよ、石岩とそう、石岩とのとこでもう自分の世界をワールドをもうみんなに、じゃあそれで住民に知らしめる、そうですね、ね、それで行きます、行こうよ、それが家族がタイアップしてくれる、あもうデジハッピーモードじゃない、前回じゃない、お母さんも一緒に泣かせたりとか頑張れとかして、いや家族とはいい、あ家族とはいいの、あ自分の一人だろ、一人、かっこいい、かっこいいね、なんかそういうのあるよね、あります、だったらそこでちょっとやるけどか、だからよ、あれもやっぱりさ楽器ってね、ギターっていうのは、俺もう30年ぐらい言ってるさ、ギターの調子がいい悪いじゃなくてさ、音はさその人が全部入んないさ、だから今日はハイテンションで上げ上げで行こうやって思ったらそういう音が来る、で今日さもうダメ、もう最低、もうちょっとあの彼女に振られた、あもう終わった、今日俺はもうダメだっていう時はそういう音が来ちゃう、もう正直です、だからいつも思ってるのはね、もうちょっとどしろっとしろとこんな話題になってもおかしいけど、あのギターの上手さ、上手くなりたいでしょみんな、それはさ、上手くなりたいとかギターがいいギター悪いギターっていうのはその弾く人によるすべて、ね、で右手と左手、このコンビネーションだけです、あそうですか、はい、歌うのはまた別なんですよ、これはあなたたちはもう弾き方に言ってるんだけど普通はギターをまず弾くってことで、はい、するとこの2つであって、その2つをコントロールしてるのは心ですね、それが反映するだけですって、その修行がまだ足りないだけです、なぜかというと僕はいろんな仕事もしてきたけど、まあその中でも1日何時間って弾く時間があって、それをやって継続してきたからできるだけであって、皆さん継続ができないわけですよ、すると必ず蹴るよね、せっかく積み上げてきてもさ、だからそれをできるだけ絶やさないように、なあもう教室が終わったからって言って、なんか今終わったから多分1日からも引かないだろうなってもう入ってない、いやそれはね、じゃあそれでやる、1人でできるかっていうのができるさ、できますか、できるよ、俺は聞けばいいさ、みんなで、俺も別にいるよ、あそうですか、大丈夫だよ、別にいいですか、連絡は取れるもんじゃなんで、だからフェイスブックやってるでしょ、そうですね、何のためにやるの、フェイスブックで聞けばいい、便利ですねフェイスブックね、いいですね、聞けるでしょ、はい、別にスカイプやったら教えられるじゃん、おちょっとなんでそういう仕事してるのにさそこの発想してくれないの、いやなんかできるでしょ、いいと思うよ、そうです、ね、だから俺あんまりやりたくないよ、いろんな人とこれやるとみんなもう俺のプライベートに入ってくるからねこれはどうしようもないさ、だから俺は教室っていうやってて設定して1週間に1回やこっちに来て、その時に実はギター教えてるのね10分ぐらいです、あそうなんですか、うん、もうこんな日常の話を1週間分語り合っています、あそうなんです、うん、すると精神的な浄化作用もあって、それギター行った時に楽しいってなった場合はこの人伸びます、だけど2年間やってる人もいるけどもう人生相談みたい、そんな何やってんですか分からんけど、だからもうやめようねって言うんだけど、いやいやいや、やります、あ、すいません、逆にさ、生徒がすいません、じゃあちょっとギター教えてくださいって、あんた何しに来てるの、あ、でも私そんな状態ですよねなってるでしょ、あだから実はどしろっとしみずギターレッスンって言うんですけど、ちょっとその前のガイダンス的なとこあるね、これね、ね、それもクリアして絶対ギターやるぞっていう人はそれだけ特化した情報をやればいいけど、なかなかならないでしょ、そこがこのユーストリームを利用したこのうだうだ感のできる番組だなと思って、そのディレクターが岡野君と、もういいんじゃない、いいですか、いいと思うよ俺、こういうのを作っていけばいいと思う、スタッフ間でもできるしな、別にないいもん作ればいいけど、いいもん、だから他の人ができないもん狙うなよ
また他の人できないもんってまたいろいろ調べるでしょ。またネットで検索してこれと違うものを考えるとするさ、もうその時代からその時点で終わってる。もうその人たちの影響を受けまくってる。だから言ったさ、ナーナーのやることは何だった？何ですか？さっき言ったわけじゃん。お家の近くの交差点で石岩島でリサイタルを自分でやろう。まるであのジャイアンのリサイタルのように、ジャイアンはみんな呼ぶんだけどな、あの脅迫してな。だけどそれでやっていく。でもこれ簡単に言って今冗談ってみんな取るさな、うん、冗談戻るさな。だけど本当にやるって考えてるんです、うん、超緊張するで。緊張しますよ、うん、でだけどこの見た人たちも衝撃受ける。白馬のナーナがなんか変なことしてる。変なこと。あの子大丈夫かねみたいな思うでしょ。だって思うでしょ。近くの近所の友達いるでしょ、うん、その人がいきなりギターを持ってあの石岩島の前で歌ったらどうね。やばいよな。広まります。広まるね。でもやってほしい、うん、それもピンクのギター。あ、夜中弾くのいいですよね。警察来るんか。大丈夫ですよ、夜中。夜中警察よりあの周りにいろんなのがやってくると思う。そっちですか。石垣君どうでしょう。もう寄ってくると思うよ。やばいですか、うん、それとあの向き合う自信があるからやったり、ね、まずいと思う。まあいいけどさ、面白そうだな。ちょうど今日はね、今の教室の時間はナナが笑うのが目的でした。終了ですか。もう行ってるでしょ。で一回やって、だからどうせ今ゆうとさ弾きたくないって、うん、ね、弾きたくないときは時間がいいと思う。うん、そうですね。別にこれ強制で。あれを教えて。おすごいすごい。カッティングね、昨日やってたやつね。これね、1,2,3,4 で音するさ、やってごらん、1,2,3,4 で、あ、そうだ、うん、コード3でもいいよ。じゃあさ、この3の時に1,2,3,4 そう、ゆっくりこれで。あ、で、このゆっくり弾いたら、うんうん、こういちいち引っかかってくるじゃないですか、弦が。だからゆっくり難しいんだよ。これが憂鬱になって、うん、だから早くやる。で、引っかかってくる。あ、なんで引っかかるか。なんで引っかかる。ピックは立ってるよ。斜めにしてごらん。おー、あ、持ちたくなったんだ。で、上に上げるときはこう。引っかかない。ほら、もう解決したけど。立てたらさ、必ず引っかかる。立てる、逆に。下に下ろすときにあっち向いてた場合見ててよ。当たり前でしょ。いや絶対 音が出ない。じゃあこうやると出る。で上に上げるときも一緒だよ。でこれ手首痛くなってきませんか。これはもうこの動きはやってたらずっとイメージでも。右手すごいよ。この動きもやってるよ。だからこんなじゃないよ。ね、乱暴でしょ。これ今90度で固定して弾きまくってた。弾き切ったらこんな音になってる。どういうことですか。他の人のドヤがこれ。なんかうるさければいい感じだよ。だからそうじゃない。優しさが必要だね。優しさはこの手首の感じです。これだからね、あ、買ってきた。あ、いいんじゃないこれ。いいさ、いいね、これでいいよ、うん、欲しかったんじゃこれ。もうピンってきたんじゃ、楽器やった時。いや、なんかこれだけしかなくて。あ、一点物だった。一点物っていうか、他にも種類だったんですけど、買うならこれだと思って。これも棒宝レコードで。いや、これは棒宝楽器店。違います、あっちの新都心。新都心メインプレス。ああ、の中のあのレオレオさんね。さんです。もうすごいあのスポンサーのあれやってるね。これスポンサー取れたらね、これでね。そっか、あっちにあった。あっちに。だからあの東京とか行ったらさ、あの俺必ず楽器屋もあるわけさ。こんなの見に行ってる。いっぱいあるわけ。もう種類がいっぱいあって、珍しいの買ってきて生徒にあげてる。ああ、そうなんです。うん、いいです
100円だし、大体80円です。在庫処理してたんですよ。いいね、いいね、いいね。まずいな、消したから。それとも閉めるのか、わかんない、わかんない、わからない。エレキも在庫処理です。そうか、狙ってるんだ。いや、狙ってる。今エレキ待っとけな、もうちょっと。おー、うん、それもちょっとよくよく考えていくから、ね、ゆっくりゆっくり。おー、今今日もう、もう長野で今15分、20分、はい、やったな、やったな、やる気がないですって言ってるのに、このピッキングとかカッティングのところまで行ってますね。ピックの説明まで行ってやるじゃないですか。いいですか。いいじゃないですか。3の時に押さえるんですよ。3の時にカッティングって言って、こう、そう、この音、そう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 、これをね、このぐらいのテンポでやると効果的。やり方は今教えたと。だけどすぐできない。それをみんながやってる間にあそこで地道に練習する。そう、地道でしょ、結構。必ずね、こういうテクニックを学ぶときは、技術を学ぶときは地道です。それできないとできないです。地味ですよね。地味だよ。そうそう、地味なんだけど、これはこれは地味編。地味編。お疲れ様でした。お疲れ様でした。なら頑張ってカッティング。はい、お疲れ。はい、じゃあ CM お願いします。